少年探偵団からのお願い。この DVD は小学館がみんなに送る特製 DVD だぞ。 DVD を見るときは部屋を明るくして、テレビやパソコンの画面から離れてみようね。大丈夫？コナン君。大丈夫だよ。熱もそれほど高くないし、今日一日寝てれば治っちゃうよ。じゃあ学校には私から連絡しとくね。それと、ラン、そろそろ行かないと遅刻しちゃうよ。今行く。お昼ご飯はお父さんに頼んどいたから、ちゃんとあったかくして寝てるのよ。わかった。行ってらっしゃい。行ってきます。お待たせ。ガキンチョ、風邪でもひいたの？そうなの。本人は大丈夫だって言うんだけどね。ねえ、新一くんから最近連絡あった？ううん、ないけど。しょうがないわね。あんな薄情なやつやめて、他の男にくら替えしたら？くら替えって例えば荒井出先生とか。お医者さんだし、年上だし、新一くんより頼りになるかもよ。ったく、その子のやつ。高校か。ひょっとしたらこのままもう元の姿に戻れねえんじゃ。いけねえ。体調が悪いせいかネガティブ思考になってる。早いとこ風邪を治さねえと。もしもし。寝てた？灰原か。風邪ひいたんですって。うん、ちょうどいいじゃない。え？例の薬の解毒剤、新しい試作品ができたの。例の薬ってアポトキシン4869か。どう？試してみる？もちろんだ。お前今どこにいるんだ？博士んちか？ええ、今学校から戻ったとこ。じゃあ、俺もすぐ行くから。おい、昼飯。って、いねえじゃねえか。そうだ、服持ってかねえと。ん？博士は？用事があって出かけたわ。それ、制服？はあ、いきなり高校行ってみんな脅かしてやろうと思ってさ。バカね、そんなことして噂になったらどうするつもり？じゃあ、早速。まず、熱を測ってからよ。わあったよ。8度7分。ずいぶん高いわね。走ってきたからな。それで上がったんだろ。大丈夫かしら、こんな高熱で。心配ねえよ。さ薬の効力は今までのと同じ、およそ24時間。ただし、即効性で飲んだ直後から聞き出すと思うわ。
これでまた工藤新一に戻れるぞ。来たあれ、灰原？灰原！おかしいな、どこ行っちまったんだあいつ。12時半、今ならまだ昼休みに間に合うな。よし、うちの木こんなに高かったっけ。コナンでいる時とは見る角度が違うせいかな。まあいっか。あんなビルあったっけな。このマンションいつだったんだ。やっぱガキの目線だと気づかねえものもあるんだな。まさか俺がしばらく休んでる間に俺のロッカー取っ払っちまったんじゃ。やっぱねえな。みんなびっくりするだろうな。おーっす。あれ、なんで誰も驚かねえんだ。っていうかこいつら一体誰だ。誰一人知らねえぞ。教室間違えたかな。やっぱここだ。おかしいな。とにかくランを探そう。あいつ昼休みにもよく部室に行ってたよな。開いてねえし。探偵クラブ？そんなのあったっけ？おお、やっと来たか。え？ああ、やっぱりどこかで食べてきたんですね。毎週火曜木曜は部室でお弁当食べるってみんなで決めたのにね。俺なんか早弁指定の必死に我慢したんだぜ。元太くんのうな重の匂い教室中に漂ってましたよ。お弁当にうなぎ入れてくるの元太くんぐらいだもんね。元太、光彦、歩美か。どうなってんだ。なんでこいつらがここに。ってか、なんで高校生の姿をしてんだ。あれ、コナンくん、なんか変。コナン、メガネかけてないからですね。なんでメガネ外してるんだ。あ、そっか。その方がコナン君らしいよ。あゆみちゃん、接近しすぎです。そうだぞ、もっと離れろよ。そうです、なんだよ。そうです、なんか、しかせまさか。どうしたのコナン君。鳩が水鉄砲を食らったような顔してるぞ。元太君、それを言うなら鳩が豆鉄砲です。おめえら、もしかして俺たち高校2年生か。何言ってんの。当たり前だろ。やだコナン君。そうか、これは夢だ。おそらく灰原から電話がかかってきたところから夢なんだろう。で夢じゃねえってことはどういうことだ。ちょっと邪魔なんだけど。あ、
灰原。愛ちゃん、またお昼抜き？体に毒だぞ。ダイエットしなくても灰原さんスタイルいいじゃないですか。灰原、ちょっと来てくれ。いいから。一体どうなってるんだ。俺は工藤新一のはずなのに、なんでコナンのまんまなんだ。しかも俺もお前もなんで小学1年でなく高校2年なんだ。あなたの言っている意味よくわからないけど、この10年のことを聞きたいのなら教えてあげるわ。例の組織とは決着がつかないまま、私たちは中学高校と進んできたわ。その間あなたは私の作ったアポトキシン4869の解毒剤で何度か元の姿に戻ったけど、いつしか耐性ができてしまって、この5年ほどは全く戻れないでいる。なんか相当ショックを受けたみたいね。あなた昼休みの間に記憶喪失にでもなったの？午後の授業が始まるけど、帰って休んだ方がいいんじゃない？ああ、そうするよ。何話の色男とも呼ばれてますが、そら嬉しいな。色男なんかとちゃうで、色黒男や。こら、カザ勝手に入ってくんな。なんだ、鼻の下伸ばして。みっともな。みっともないわな、己の顔じゃ。カザは坊やがカザハさん、服部探偵の女子兼女房役です。服部、カザハ。ところでお二人、結婚はまだですか？ここもなんか古くなったような。あんだおめえ、やけに早いな。おっちゃん、変わらねえな。ははん、さては午後の授業老けてきたわね、ガキンチョ。その子、ま、私も人のこと言えないけどね、気が乗らないんで早引きしちゃった。たくお嬢様はいいよな、お気楽な OL 生活で。おじさま、飲みすぎ。せえな。ああ、陽子ちゃんもついに結婚引退だ。酒でも飲まなきゃいらんねえよ。ああ、男涙の。私もビール飲もう。二人とも俺に何の違和感も感じてない。どうやら10年間俺は居候を続けているらしいな。俺本当に記憶喪失にでもなっちまったんだろうか。結婚って言えば蘭もとうとう決めたみたいね。決めたって？結婚よ、荒井出先生との。結婚？荒井出先生？何驚いてんのよ。あんただって知ってるでしょ、新井出先生が2年前から蘭にプロポーズしてたの。でも蘭は戻ってこない新一くんをずっと待ち続けて、そんな思いに決着をつけるために今日蘭、新一くんとの思い出の場所に行くって言ってたわ。俺との思い出の場所？それってどこだ、その子。姉ちゃん、そんなこと知らないわよ。
すみません。ここには新一との思い出がいっぱい詰まってるの。結婚するの？荒井出先生と。ダメだよ、結婚しちゃ。どうして？俺が困るから。え？新一だから、だから結婚するな。高校生になったら本当そっくりになったね。だからそっくりとかじゃなくて。ありがとう、私を元気づけるためにそんなこと言ってくれて。今ので踏ん切りがついたわ。10年待ったんだもん。もう10年待ってもいいよね。明日荒出先生に断ってこなきゃ。ラン、俺本当に…3時間20分。いつもより20時間以上短いわ。今回は失敗だったわね。俺は幻覚を見ていたのか。ええ、あなた解毒剤を飲んで元の姿には戻ったけど、意識不明のままずっとうなされていたわ。幻覚を見たのはおそらく熱が高すぎたせいね。解毒剤が効くには風邪の症状が必要だけど、熱が高すぎてもダメみたい。おかげで貴重なデータが得られたわ。疲れた、帰って寝よう。あ、起こしちゃった、ごめんね。ラン、姉ちゃん。ああ、うん、顔色は良さそうだね。荒出先生、感謝しなさい。ランからあんたのことを聞いてわざわざ見に来てくれたのよ。その子、姉ちゃん。コナン君、お見舞いに来ましたよ。何にしても汚ね部屋だな。悪かったな。俺の部屋だよ。あ、おめえら。うん、熱も下がったようだし、もう大丈夫でしょう。よかった。おめえ、昼間どっか行ってただろ。え？昼飯持ってきた時、いなかったぞ。あ、トイレだよ。トイレ行ってたんだと思う。本当か？俺はてっきり具合が良くなって遊びにでも。違うよ。そんなことするわけないじゃない。そうだよね。ほら、私の言った通りでしょ。おかしいな。じゃあすぐに夕食の支度するね。みんなも一緒に食べてって。はーい。どうしたの？
コナン君。あ、うん。今度ばかりはコナンに戻ってよかったけど。お料理上手ですね。どうも。すごく美味しいです。また一つ問題が増えたな。Cool.